はい、皆さんこんばんは。はい、今日も楽しく流星ラジオをお届けしたいと思いますけども、今日から11月の放送ですね。11月2日ハロウィンが終わりましたよ。ステンちゃん11月早いです。10月11月まで早かった。はい、しようと思います、ね、これからはクリスマスでしょうかね、次のイベントはね。そうですね、クリスマスですね。今年のクリスマスはひとみちゃんどんな風にお過ごしでしょうか。なんか仕事があった気がします。仕事が入っていて忙しいですね。クリスマスに仕事が入ってますね、はいはい。まあ、クリスマスに仕事があるっていう売れっ子な証拠だと思いますけどね。生放送でいろんなことがありまして、イヤーモニターってイヤーモニーというのがあるんですけど、イヤーモニーをするのを忘れました。僕がするのを忘れたのか、スタッフが忘れたのかわからないですけど今やりながら聞こえましたね、こちらの鳥越あずり放送局は鳥越神社の斜め前ぐらい、もうご利益にもう満ち溢れたスタジオでございますけれども、満ち溢れたスタジオですね、うん。このスタジオはね、なんか今日から明るくなってる気がしません？あ、なんか女優ライトがつきましたね。ライトがね女優ライト増えたんですよね。心なしかなんか僕らもよく映るかもしれません。そうですね。何しろ鳥越あずり FM は母体がね電気会社ですから、まあ、そういうのも手の物でございますよ、ね。はい、そしてこのスタジオは、はい、なんかね入った瞬間に森林に来たような爽やかな空気に包まれますよね。そうですね、はい、もうイオン効果抜群、うん。これなんか秘密があるんですか。これはですね、はい、なんと、はい、鳥越あずりはすごいことやってます。コロナ対策に万全なんです。万全なんです、はい、はい。演者スタッフの検温を必ず行っています、はい。換気50分に1回も行っております、うん。番組入れ替え時にはスタジオ内すべて消毒をしております、はい。除菌機器を導入しています、うん。鳥越あずり FM のスタジオは窓があります。緊急車両のサイレンなど台東区の緊急放送がマイクにたまに入り、お聞き苦しい点があるとは思いますが、うん、ご理解ください。はい、はい、もうねスタジオの四隅にもうすごい超高級空気清浄機みたいな、なんかマイナスイオンを発するというね、ウイルスバスターが置かれておりまして、もうこれでもう絶対コロナね対策万全という機械が置いてありますので、僕らもなんか心なしかなんか快適な感じですよね。森の中にいるような、すごいこう肺が楽ですね、うん、肺が楽確かにね、空気悪いところだとね、なんかこう、ね、肺が苦しくてね、喋りづらい、うん。本当にクリーンです、ね。素晴らしいお部屋でございます。そして鳥越あずり FM はですね、皆様の応援をねお待ちしております。鳥越あずり FM が大好きという方のために番組応援の会というのがございます。はい、こちらの会に入会しますと、もうスタッフしか入れないお部屋に入って番組を観覧することもできたりとか、はい、いろんな特典もございますので、ぜひこちらの会にご入会ください。ご興味のある方は鳥越あずりのホームページご覧いただけたらと思います、はい。そして鳥越あずりの番組はほぼほぼ生放送、そうなんです、これも生放送なんですよね、はい。なので、リアルタイムでご覧の皆様、はい、メッセージを募集しております。そうです、はい。ゲストの方とかね、我々に関する質問などを、はい、お寄せいただきたいと思いますけども、宛先は鳥越あずり FM のですねツイッターのダイレクトメッセージ、はい、DM からお送りください、はい。可能な限り僕らね読み上げたいと思いますので、はい、お待ちしております。早速来ましたかね。早速来ました。じゃあまずご紹介しましょうか、はい、ご紹介しましょう。はい、高校時代、放送部だったえなかひとみちゃんが、はい、いつもの素晴らしいお方です。いつもの素晴らしい方もはや、視聴者のレギュラーと言っても過言じゃない。花岡たけし様、花岡たけしさん、ありがとうございま す, います。はい、僕のご近所みすじというところでね、はい、印鑑業を営んでいらっしゃいます、社長さん、はい。そして
愛妻の愛香さん、奥様が美人なんですよ、陽子さん、と陽子ちゃん可愛いんです。はい、南雲社長、ひとみさん、お待ちしておりました。お待ちしておりました。お待たせしました。楽しませていただきます。はい、花岡さんということで、今日も楽しんでほしいと思います、はい、じゃあまずはひとみちゃんの曲をね、はい、PV 映像でお届けしたいと思います。はい、新曲ですね、斬新、どうぞ。
さあ本日もね素敵なゲストの方を大物大スター、はい、お迎えして、まあ大物大御所でございます、はい、大御所でこんな年になっちゃった、ね、大先輩でございます。はい、じゃあひとみちゃんご紹介いただけますでしょうか。はい、役者をやられております目立ち健一様。目立ち健一様、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大スターなのにありがとうございます。この年齢になって様つけていただいてありがとうございます。大御所でもう浅草界隈ではね知らない人もいないというね。そうですね、まあ、浅草長いですからね。もうお芝居、もう喜劇を中心にね、そうですね、活躍されてらっしゃいますけど、まあ、喜劇というのは、はい、まあ、コントと両輪でやらせてもらってますね。もともとそういうなんていうんですか、舞台というかそういうねご興味を持ったっていうのはいつぐらいの頃なんですか。まあ僕はもともと日大ね芸術学部なんですけど、日芸という、ね、ただ僕はその時は演出部だったんで舞台監督だったんですよ、はい、それがどういうわけか、はい、東映のほらよくアクション、はいはいはい、よく皆さん知ってるデパートの屋上の仮面ライダーとかって、はい、ああいうのをずっとやってまして、はいはいはい、でなんか突然ですね、うん、役者やりたいとかって思っちゃったのが25歳の時でしたね。演出をやっていて、まあ普通なんていうんですかね、舞台とかやられた方だと分かると思うんですけど、演出家と役者ってもう演出家は神のような存在じゃないですか。神ですね。神ですよね。まあ、まあそうですね、まあ、大学時代はまあ神様みたいなもんですね。役者っていうのはいつも怒鳴られたり灰皿投げられたり大変な立場だと思うんですけど、それをかなりのイメージが、いや、ハイドラ投げられるっていうのはすごいね、はい、まあ、ある特定のね、はい、担い手なんとかなんですけどやってたんです。でも役者の稽古で、はい、まず褒められることはないですね。稽古中は内緒全部がダメ出しっていうんですかね、はいはい、だから、ね、まあ内緒褒めてしまったら終わりだ、もう内緒ダメだダメだダメだって言って本番。ただ舞台に上がってしまうと演出家もう手が出せないんですね。役者のものですから、はい、だから演出家もう舞台本番に始まったら何にも手が出せないから、うんうん、まあ、あとは役者に任せるしかないわけですから、そうですね、演出家もないし舞台稽古まで必死になってやっぱり皆さんに教えるんですよね。この最後の部分ができるというところに惹かれて、じゃあ役者をやってみようという感じになられたわけですか。まあ本当にでもね、はい、反対を受けましたよ。あ、そうですか。やっぱり僕のね、うん、先輩がやっぱり、はい、まあフジテレビの方の、まあ、ディレクターやってたんで、はい、ディレクターやんないかって話になってたんですけど、うん、まあ役者って言ったらね、まあ、面白いもんですぐ平木ポンキッキっていう番組の、はい、子供番組が、あれの体操の男を回してくれたんで、はい、それを1年間やった後に役者の転機になりましたね。だけどそれからも芝居って誰かに教わらなきゃいけないっていうんで、いろいろとやっぱり、まあ、教わる人を探してましたね、はいはいはい、こう最初からこうコミカルなんて言いますか、喜劇的なものをやる、どういうわけかそっちに行っちゃったのですね。だやっぱり東京乾電池の柄本明さんをジャンジャンで見て、なんかすげえ衝撃を受けちゃって、はい、あ、こういう人になりたいなとか思って、はいはい、で何しろやっぱりそれがまあ東京乾電池ですから、やっぱ喜劇ですよね。それでやっぱりそれを見ててやりたいなと思ってたら、まあ、今度はコントレオナルドとか出てきて、はい、それでやっぱりその熊さん石倉さんっていうこの2人の両輪にまた憧れて、うん、まあ、誰かいないかなって言ったら、だん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 、まあ、喜劇の世界に入っていっちゃったんですよね。きっと一番最初にこう舞台やられたっていうのは今からどのぐらい前になりますか。これが不思議なんですけど、はい、今浅草で木馬亭ってとこでやってますよね、うん、はい、初舞台は木馬亭なんです。あ、そうだったんですね。25歳の時に木馬亭で V を使ったって感じなんですね。そう、25歳の時に大学の先輩が、うん、まあ、あちゃらか劇団を作ってまして、はい、それで要するにやらせてくれって言って、うん、そこの初舞台が何しろ25歳ですから、44年前ですか。足すといくつになるでしょうね。そんな年齢なんですけど、はいはい、だから木馬亭が初舞台なんですよ、うん、そこでまさか今から25年前にまた木馬亭に戻ってくるっていうのが不思議だったんですね、うん、何かこう浅草とか木馬亭にすごく縁があるんですよね。縁があるんですよね、まあ、その時に浅草に来た時に、うん、まあ二度こういうことがあるとは思ってなかったですね。乾電池は渋谷でしたから。なるほど、で、まあ、はいはい、結構新宿とか渋谷で芝居をやってて、はい、うん、そしたら、まあ、なんで40過ぎになってまた浅草にと思ったんですけど、うん、まあ、あれよあれよと続いて、まあ、20ね、何年、うん、5年ですもんね。人気劇団ですもんね、浅草。そうですね。まあ、おかげさまで、まあ、年金、もう本当に
何ですか、浅草の町の商店の人たち、それからいろんなお店の人たちにポスター貼ってもらって、なんとか賑やかにやらせてもらってますよね。もう浅草の界隈ではね、どこ行っても貼ってありますもんね。まあ、ベタ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 ね、もう貼らせていただいてますわ。時々ひとみちゃんもね、歌のゲストで出演させていただいて、ありがとうございます。もう本当に出ていただいてね、ある程度、いや、ある程度ね、もう本当もう賑わいね、もう盛り上げていただいてありがたいと思ってます。こちらこそです。でもやっぱりあの舞台は緊張しますよね、うん、緊張します。もう大ベテランだし、本当に皆さん大スターですから、その中でね、歌わせていただいて本当ありがたいです。いや、でも私たちはあのやっぱりそうやってひとみちゃんのお客さんが来て、お客さんが見てくれて、はい、あ、面白いと思ってくれば、またひとみちゃん、うん、出てなくても駆けつけてくれるとかっていう相乗効果があるの で、ね、うちのお客さんもそういうのもあるので、やっぱいいんじゃないですか、お互いのね、感じで、中で。本当に21世紀さんは面白くて、面白いですよね。もう本当にいいですね。もう座長のね、大神さんがいつも言ってますけど、笑うということは免疫力があって病気にならない。もう本当に幕開きとキャノンを最後には必ず言ってますね。そうですね、笑いは健康のもとね、免疫を作るために笑って帰りましょうってね、はいはい、最後になんかとっととってのはいらないと思いますけどね。まあ落語なんかでもね、最後あのとっととなんていうんです、なんとか太鼓って、うち、あ、そうですね、太鼓はね、とっとと帰れみたいな。あ、まあね、あの打ちますよね。まあね、あの送り出しのやつですよね、うんうんうん、でもやっぱりまあね、まあ当たり前に言っちゃあれだから、やっぱりね、いろいろと面白おかしく、やっぱりまあ幕開きもお尻もやっぱりやってるんですけども、うん、本当になんかすがすがしいというか楽しい感じですよね。本当に、うん、いじられても妙になんか嬉しいとか、ね、お客さんもいじられるんですけど、またそれがまた楽しいですね。そうですね、やっぱりあの何かこう自分に向かってこないと、今日は向かってこないのって顔してる人もいますからね。そうですよね。でそのためにわざわざ前に座る人もいますからね。そうですね、そうですね。私は立ち入ってアピールをするような目線で訴えてたりとかね。本当にね、こうドーンと構えてね、うん、もう絶対って感じでね、まあ、やこっちの芸人もやっぱりね、いじるあるでね、中にはそういうとこ行かないでね、うん、その後ろに行くとかね、外す時もありますけど、うん、まあ大体はまあそういう人たちは前に向かってきますからね。そうです。だから私なんかもこう見に行った時にたまたま始まっちゃったりして、そうすると必ずあの言われます、あ、今来たんですね。一番面白いのは最初からやろうかですね、うん、もう一回やります。そう、ね、初めからやろうかって言いますよね。必ずなんかね、今日初めての方とかっつってね、手挙げてね、うん、なんで今まで来ねえんだよみたいにね、よく覚えてらっしゃいますね、座長さんに怒られるんですよね。あれでもね、はい、あの言葉ってね、うん、あのいわゆる先代、まあ、橋達也っていうのが初代のです、ね、座長なんですけど、はい、あ、2代目の大神もあの初代からのあれ受け継いでますね。初代の人も言ってましたよ、初代の人も言ってました、うん、ね、あの今日初めてどうして来なかったんだ、うん、俺ずっと言ってますよね。なるほど、はい、もう続々ね、メッセージが来てるんで、番組の終わりまでに紹介できないといけないので、はい、行きましょうか、じゃあ行きましょうか、じゃあひとみちゃん読んでください、はい、はい、ひとみんグループのけ、ん？ナンバー人、芸能人こと火星人です。火星人さん、ありがとうございます。はい、本日のゲストは21世紀の目立ち健一さんだそうですね。ありがとうございます。浅草木馬亭で何度か楽しい思いをさせていただきましたが、ご覧いただいてるんですね。はい、最もインパクトがあったのが、はい、体毛受け術家、ん？あ、体毛受け術家って書いてます、じゃなかった、じゃなかったそうです。じゃなかった、じゃなかった。体毛芸術家の、はい、あ、はい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 、南雲社長のヘアメイクさんも務めるひとみんとの楽しい、はい、経団じゃなかった芸団を楽しみにしています。はい、はい、毛の話は毛だけにもう結構であって、おーとか、よろしいで、よろしい、お後がよろしいようで、かっこ笑って書いてます。どうもありがとうございます。上手ですね、ジョークでこう書いてくださったんですね。昭和の時代だったらハガキ職人って感じの技術をね、そう、素晴らしいです。ふんだんに駆使されてますよね。いやいや、本当にね、最後のオチまでつけていただきました。オチまでつけてくださって、ありがとうございます、本当に。あ、思い出しましたよね、私のあのね、岡本太郎みたいな芸術家で、うん、はい、なんか自分の手をね、あの体毛を増やしてですね、こうね、で絵を描くっていうやつで、その感じ、その絵筆にするっていう、そういうね、あの
芸術は爆発だっていうそういうような役だったですね、あの時。はいはい、ちゃんとね、覚えててくださって ね、 ありがとうございます。梶井さん、副座長が目立さんで座長が大神さんなんですけど、そうですね、この座長と副座長で実はコントをね、はい、やられてるんですよ。コント、フリーパー、フリーパー、これがまた面白いんで、ちょっと触りだけなんですけども、いくつかご紹介したいと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあ、準備はできてます。はい、じゃあご覧ください、どうぞ。私がこういう顔だから、まあ、やっぱりね、うちの座長はどっちかって本当にもう昔から可愛い顔してるんで、でまあ、結局ね、普通の奥様とそれからセールの奥さんという設定で、まあ、作られた作品なんですけどね、まあ、ちょうど今カルロス・ゴーンというのがあって、必ずジジを入れますね。この時にカルロス・ゴーンがちょっとうんぬんかんぬんの時だったので、そういうタイムリーなネタでね、そう、それは必ずやっぱり入れないと、うん、やっぱりコントってやっぱどうしてもやっぱり時代のものを入れていかなきゃいけないっていうのがあるんで、一つの作品の中でもやっぱりね、それで様変わりしていけるんでね、同じ紛争でもね、必ずやっぱり、まあ、本筋に戻るまではやっぱりいろいろね、予断の中では、まあ、いりますよね、ほら、これはあのコントの台本というか、脚本というんですか、それは、どちらがお書きになるんですか。 99.99% 大神ですね。あ、最初の大神さんが、あの、ね、最初のね、はい、2本ぐらいから3本ぐらい一緒に考えましたけど、はい、まあ、どっちかと本当に私はもう芝居畑に来ててコントやりたいんだけど、はい、大神君はやっぱりね、座長はね、ずっとやっぱコント畑に行ってるって言うんで、やっぱり彼のやっぱり作った作品がやっぱ面白いんでね、まあ、途中何人か本書いてもらった人いますけど、はいはい、やっぱり大神君のネタの方がいいですよね、座長のネタの方がね、やっぱりやりやすいし、やっぱり落としどころ分かってるんで、はい、こういうのはあのやっぱ台本があると思うんですけど、はい、アドリブとかもやっぱり入れつつ、分かんないかもしれない、10分15分やってるけど、私たちもらうのはだいたいレポート用紙に2枚か3枚です。だいたいのポイントポイントがあって、あ、途中のやり取りはその時々のお互いの才覚に任せるみたいな。もうだから出てって、はい、要するにある程度出てって、ある程度まず出てった人が掴む、うんうん、つまり何かを一回笑いを起こさないと次が出てこないとか、はいはい、だから結局あの番組的に何分っていう短いとやっぱり2人出てく時とかありますけどね、はいはいはい、やっぱりある程度、ただね、大神座長って大神君の前のはね、あのああいうラジオやねテレビのやっぱりコントやる時に本当にぴったりやるんですね。11分、20秒、11分。すごいですね。僕はね、だから時計をしないんですよ。そうなんですね。時計見てっちゃうんですよ、こうやって。はいはいはい、ついつい見ちゃうんですよね。ところがね、彼はね、見るのがうまいんでしょうね。最後の1分になるとね、急に声がクッ上がるんですね。で、スピードが、ここ今これからこっちに入るんだなっていうのが。なるほど。で、ちょうどうまい具合にポーンってね、終わるっていう。すごい。もう感心しますね、僕は。そうなんですね。だからもう任せっきりですね。うん、こっちはもうこのキャラクターと思いつくことでバン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 突っ走るしかないってことですよね、うんうん、すごくいいコンビですよね。楽しいですよね。まあ、景気もあるしコントもあるという目指しさんなんですけど、また続々とお便りが来ておりますので、じゃあひとみちゃんご紹介ください。こちらはハヤドンさんです。ハヤドンさん、どうもありがとうございます。のんびり飲んでおりましたら、はい、アラームが鳴り、そうだ今日は流星ラジオだったと飛び上がりました。あ、ちょっとアラームつけてね見逃さないようにね。すごいですね。すごい嬉しいですよね。温かいですね。しかも
ゲストが浅草21世紀の看板役者の目立ち健一さんですね。とぼけた感じの役どころに優しい人柄がにじんでおりますね。最近一人も飛んでいる望んでいる舞台の苦労話など楽しいお話を聞かせてくださいって。あらまあ、ねえ、まあね、人柄がにじんでるなんて言われたとね、ありがたいと思いますけど、本当に人柄がね、にじみ出てますよね。にじんでおります。すごいじゃないですかね。やっぱこう、ひとみちゃんもね、舞台とかそうそうそう、いろいろ聞いてみたいことないですか。黒話って、うん、ね、なんかちょっと今聞きたいって言ってましたね、リスナーのこと。8月にミュージカルに出させていただいて、やっぱりそうです、演出家の方からダメ出しばっかりで、そんなに私ってダメなのかなと落ち込んだんですけど、今こうやって聞いてみるとダメ出しが当たり前だったんですね。いや、褒めることないですから。ないですね。そう思ってれば気が楽ですね。褒めてしまうとそこで終わっちゃうんで、そうですね、やっぱりダメなとこダメなとこ行っていいと思うものを作ろうとするの演出家ですから。そうですね、うん、でもやっぱり嬉しかったらちょっと褒めていただいたり。やっぱりね、こう飴と鞭両方ありますよね。褒めて伸ばす人っていますでしょ。そうそう、我々もね、もう褒められたらどんどん踊ってるところで木に登っちゃうタイプですからね。そういうこともあって、あ、なのでやっぱり、そしてあとこうチームワークなので、はい、誰か一人出なかった時があったんですね、その時にみんなでそこを補い合って、優しい、ね、だから、あ、これは本当に舞台ってチームワークだなってつくづく思う。うちの21世紀のメンバーに聞かせてやりたいですよ。はい、うちのメンバー誰のせいだってみんな見合っちゃいますからね。この間もありましたよ、はい、お前だろお前だろっていうのがあって、で結局最後座長だったりなんかするわけですよ。で、あ、この間僕もありましたね。あ、そういうことがあるんですね。いや、そうね、みんなね、自分のせいじゃないと思っちゃうんですね。はい、だから今の話を本当うちのメンバーに聞かせてあげたい話ですね。みんなでカバーする。これはまあ芝居だけじゃなくて全ての世界でね、大切。二十世紀の人たちに聞かせたいです。そんなことないです。みんな仲いいですからね。いや、カバーし合いましょうね、皆さん。よろしくお願いします。冒頭でね、お読みした花岡武さん、またお便りいただきました。はい、すごいすごい、はい。世間知らずで申し訳ございません。浅草の演芸場はどちらなんでしょうかということで、ここではっきりとお教えしたいと思います。木馬亭。そうです、浅草木馬亭を、場所を説明するとどういうふうに言うと分かりやすいですかね。ロックの通りから、はい、浅草寺に向かって、はい、奥山参り町通りって名前変わったんですけど、はい、そこに向かって歩いてきますと、うん、左側にですね、2階が大衆演劇館の木馬館、はい、木馬館、下が木馬亭になってますんで、はい、ちょうど目の前に何ですか、君塚食堂と前田食堂とか食堂があって、はい、その前にあるのが建物が木馬亭ですね。木馬亭、ね、ぜひ遊びに来てください。ぜひよろしくお願いします。あ、素晴らしい、じゃないですか。もうこれで一目瞭然ですね。もう最近あれですよ、はい、食べ歩きの街になってますからね。いや、美味しいものいっぱいありますよね。もうなんかもうすごいんですよね、うん、もう本当に。もう浅草今トレンディーって言いますかね。トレンディーな街ですからね。インスタ映えの街になっちゃいましたね。あ、そういえば最近なんか抹茶のなんかすごい行列ができてる店が、あれ、木馬亭の通りに横に列ができてすごいんですよ。抹茶のあれなんですか、クレープみたいなやつですかね。なんかわかんないんですよ、はい、若い女の子が行列を作ってますよね。おかしいんで、その取られてね、年寄りだけが3人ぐらい座り並んでるのがうちですね。いやいやいや、そんなことないです。もう老若男女問わず大人気でございます。老若男女、大人気ですよ。久々に聞いた老若男女。じゃあここでまたもう一つね、コントフリーパーの、ね、はい、もう一つのコントをね、ご紹介したいと思います。これは選挙絡みのネタのやつですね。これもね、タイムリーなやつというか、はい、時事ですね。はい、じゃあちょっとご覧ください。最後のお願いでございます。どうぞ私を国政の前に行かせてください。皆
新しい衣装とか表情とかね、こういうの大事ですね。でもね、まあ正直、まあ、60近い間にが子供やれるんですからね。生意気な坊ちゃんと、はい、まあ、結局これからね、選挙に出て、まあ、勝とうというね、議員候補者の立候補者のやっぱりね、あれなんですけどね。これは、大神座長がやってる小学生役ということですよね。ですよ、ひとみちゃんもこの間舞台で小学生役をやりましたけど、その時はどんな気持ちでやったの、ひとみちゃん。私、小学生になりきりましたね。なりきって。おじいちゃんとかね。やっぱりその時も、やっぱり政治家になろうという気持ちをそのまま表現して。まあ、結局はちょっとね、うん、まあ、自分の正義を振りかざしてるんですけど、うん、その子供に全部やり込められていくんですよね。つまり子供の方がよく知ってるわけで、生意気なんですよ。生意気なんですよ。混ぜたかけたかけたそんな感じの子ですね。どっちかというとこっちの何選挙出ようというのを おっさんが何も知らないというね。まさにでもなんか大神座長ぴったりの役ですね。そうなんですよ。こういうのやらせるとうまいですよね。楽しいですよね。まあ、見入ってしまいますね。これコントと喜劇の今ウエイトっていうのはどのぐらいの感じですか。ウエイトっていうのはどのぐらいの頻度でやられていらっしゃるんですか。まあ正直、うん、今はどっちかってこういう時期なので、はい、まあちょっとこの、まあ、芝居の方が多くなってますけどね。うん、ただまあコントはね、どっちかと、まあ僕らこれはある程度お仕事として、うん、まあ、2人で日本中というか移動できるので、はい、まあ、僕らこの2人でですね、うん、コントでね、アスカツっていう豪華客船に、はいはいはい、100日間の中の10日間だけ、インド洋のところに2人で呼ばれたことがありまして、その時はね、コントでは初めてだって言われました。まあ、10日の間に2回だけしかやらないんですけどね、2日しかやらないんですけど。素晴らしい。でもね、やっぱりコントでアスカツに呼ばれた時は嬉しかったですね。それはすごいですね。すごいです、本当に。皆さん喜ばれたでしょうね。ね、本当にね、だからまあ、でも本当なんかなんつうんですかね、まあ、でもお芝居との割合って言ったらやっぱり、まあ、今は芝居の方が多いかもしれませんね。そうですかね。本当楽しい。こう表情も豊かですね、お二人のね。本当にもう表情だけで笑えるというか。今のね、コントやってた舞台が木馬亭でございます。花岡さんから早速来ました。はい、木馬亭分かりましたと。よかったです、よかったです、よかったです。あと来てくれると思います。はい。そうです。あと、はい、こちらはですね、はい、ペンネームバレンティンさん。バレンティンさん、ありがとうございます。いつも番組楽しく聞いております。今日のゲストは目立ち健一さんで楽しみにしております、うん、番組見てますよ。帽子がとっても似合いますね、うん、ありがとうございます。浅草21世紀の舞台は何回か見ますけれども、本当に楽しい名演技で素晴らしいです。これからも頑張ってください。ありがとうございます。何度もいらしてるんですね、やっぱりね、1回行くとまた行きたくなりますよ。そうなる、癖になりますね、はい、で最初のマイブームというはいはいはい、ものが、篠原美香さんと大神座長の、まあ、2人の、うん、あれもコントっていうんですか。そうですね、うん、最初、まあ、うん、踊りで始まって、はい、結局座長が入って、うん、そこから要するにどういうわけかコントにしてしまうっていう、はいはい、つまり通常の、まあ、2階でやっているような舞踊ショーではないという、うん、はい、やっぱりそこはどうしても大神座長のですね、そのやっぱりコント的なやっぱりお笑いに対するやっぱり熱ですよね。またあれがまたね面白くて、でその後、まあ、マジックとか歌とかがあって経験、ね、始まるんですけども、いろんなコンテンツが盛りだくさんで、うん、みんな楽しみですよね、本当に、はい。今月11月も、木馬亭で8日間あります。毎回日曜日に始まって日曜日に終わるという感じなんですけども、じゃあちょっと11月公演の画像がありましたら、じゃあ出していただけますでしょうか。ありがとうございます。はい、後ろにも貼ってありますけど、はい、はい、こちらですね、今回は浅草は心のふるさと、まあね、これまた新作、まあ毎回新作なんですけど、うん、書き下ろしでやらせてもらって、まあ昨日やっと台本が届いたと、はい、で昨日本読みをして来週の月曜日から稽古で、まあ、13日から本番ということで、まあ毎回5日間の稽古で仕上げるんで、まあどっちかっていうと初日から始まって千秋楽までどん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 内容が変わっていくわけじゃないですけども、うん、まあ何ですかね、うろ覚えからなんか成熟していって最後は崩していくというような、うん、まあ1週間
全部見てもないし内容がよくわかんないかもしれませんね、まあ、少なくとも3回ぐらい見に来てほしいですね。じゃあね、嬉しいこと言ってくれますね、まあ、初日見て、まあ、ラグビーは絶対見て、まあ、その途中もう1回ぐらい ね来てほしいですよね。石川和恵ちゃんも歌のゲストで出演されますね。2日目ですかね、きっと写真で楽しみですね、はい、浅草が生んだシャンソン歌手、はい、2日目に出ますね、多分ね、大人気ですよ、今、和恵ちゃんはね。ね、もう本当にね、はい、もうお上手で、本当に。楽しみですね。はい。はい、ぜひこちらの方もね、お出かけください。歌のゲストは日替わりですからね。はい。はい、まあでもね、ここ2年間ぐらいはコロナ禍ということで、いろいろと、まあ、演劇、エンターテインメントの世界もね、大変だったと思うんですけども、演出方法もね、お客さんを入れられないとか、ね、いや、もう一番なのは、うん、なんていうんですかね、人数制限もさることながら、うん、前から2列目まで、うん、要するに、まあ、変な話、6、まあ、遮断して、はいはい、でないしは舞台からの距離を2メートル、はいはい、でなおかつ一つずつ開ける、うん、でなおかつ、まあ、まあ、体温だ、消毒だ、換気だって、うん、だ結局演目も、演目よりもやっぱり換気の方を従事しね、そうですよね、やっぱりそれで何しろ今まで2年間半で何しろ、まあちょっと座長も言ってますけど、一、うん、人も感染者を出さなかった、うちらもならなかったってことがやっぱり、あ、それは素晴らしいですよね。素晴らしいことですね。でも気をつけませんとね、まあそうですね、一人でもなってしまうとやっぱりね、まあみんなに迷惑かかってしまうというのがありますからね、うん、ただまあ本当に人数は本当にまあ少なくね、お客さん本当数がね、やっぱりなかなかやっぱりお年寄りの人は歩くの怖いですからね。お客さんのね、あの声出しっていうんですか、声掛けみたいのもあんまりできなかったりとかするのでね。そうそう、やっとですね、うん、やっと2ヶ月ぐらい前からお客さんが舞台に何ですか、物を渡すっていうんですか、はいはいはい、あれができるようになりましたね。よかったですね。ただまだマスクはしてますけども、うん、で出演者はマスクして受け取ってますけど、うん、それまではほら、なんていうんですか、お客さんが物をっていうのも全部ほら、うん、関係者、スタッフにお渡しください、うん、やっぱお客さんどうしても直に渡したいんですよね。そうですね、あれが醍醐味ですからね。そう、もう本当になんかいろんなものをね、お菓子でも何でも持ってきてくれたものをね、渡したいんだけど、うん、それがやっと2ヶ月前からできるようになりましたね。そうですか、それは良かったですよね。良かったです、本当に。まあ、こういう時代ね、皆さん本当に演芸の方とかご苦労されたと思うんですけど、目立ち健一さんが、まあ、新しい方法で、まあ、配信というか映像で、面白い、試みというかね、されたので、その映像をちょっとね、はい、皆様にご紹介したいと思います。ありがとうございます。よろしいですか。はい、どうぞ。すごいですよ ね、 そうですね。地球の人だけじゃなくてまあ異星というなんつうかね、異なる星の客人もおもてなしをして同化してしまうというね、はい、素晴らしい。実はこのヨーダのなんか顔真似というか、あ、メレさんが得意ということなんで、はい、私の師匠がですね、はい、まあまあ、いろいろと、まあ、営業活動の中で、うん、シシド城っていうのをやってたんで、あ、はいはい、まあ、刑事よろしくとかね、はい、番組で、で、まあ、そういうものをね売りにしてたので、うん、お前も何か弟子なんだから顔真似をっていうんで、うん、最初に作ったのが金目鯛の頭ってやつなんです。金目鯛の頭、はい、これはね、はい、魚屋さんでなんか鯛のお頭見た時に、あれなんか似てるなと思ってちょっとやったのが、でこうやってて、はい、あ、これ金目鯛の頭なんですね。これが金目鯛の頭なんですけど、笑ったら失礼かもしれないですけど、いや、とても
似てました。いや、これはあの、はい、これはで、まあ、これで結局、結構客席に回ったんですけど、で、はい、でもう一つ、うちの師匠が、E.T. の顔真似をしたんで、E.T. はい。で、私はじゃあその対抗して、はい、ヨーダっていうことで。あ、似てるって言ってる動画がいいか。素晴らしい。素晴らしいですね。芸達者ですね。で、あの、はい、あの、何でしたっけ、ファンタスティックって、なんだっけ、あの、なんか犬のあれだったね、ファルコンっていう。あー、ご存知ですか、ひとみちゃんも。あの、ファルコンっていう、はい、あの、何でしたっけ、あの、あの、なんていうのあれ、これ犬はなんですよ、これ、うん。あ、犬の種類なんですか、うん、ファルコンっていうね、あの、で、ね、ヨーダがファルコンだっていうネタがあるんですけど、はい、まあ、それと、ヨーダの方を真似して、で、はい、でヨーダのお面があったので、うちで買ってきて、はい、それで、なんかそのコロナ禍で、中で、なんか面白くできないかなと思って作ったのがあれだったんですけどね、うん、なんかすごく面白くて、心が洗われるというかね、楽しい、うん、まあ、こういうこともこう舞台がなんか思うようにいかないときはいろいろ考えられてね、あの頃って皆さんなんか一応発信しよう、うん、配信しようとしたじゃないですか、うん、そうですよね、なんかいろいろなものを工夫して、うん、だから自分一人で本当に家にいて表に出れないなあった時に何かしなきゃなと思った時に、うん、やっぱり作っ、まあ、みんなと同じようなことはできないから何かできないかなと思って作ったのがあれだったですね、いや素晴らしいですよね、素晴らしいです、はい、じゃあまたここでお便りが来ております、はい、プーさんから、うん、ニックネームすももちゃん、すももちゃんありがとうございます。ラジオ社長ひとみん、めだちさん、ラジオ出演ですね、お疲れ様です。素晴らしい放送内容で素晴らしい感じですね、これからも頑張ってくださいって優しいメッセージが届いております。ありがとうございます。まあ、何しろ生放送でですね、もう時間に限りがあって、はい、まあ、ディレクターの機嫌がいいとちょっと延長してくれるんですけど、今日はダメ、あ、ダメって言ってますね。はい、じゃあそろそろ最後にですね、メレさん今後のですね、まあ、抱負というかこんなことをやっていきたいとか何かございますでしょうか。まあ、あの、うん、まあ、浅草のやっぱり喜劇っていうのも、はい、やっぱりまあ木馬亭は僕はもうこれエンドレスだと思ってますね、はい、なぜかというと、やっぱうちに本当にこのコロナ禍でも駆けつけてくれるお客さんがやっぱりもう本当にいるので、はい、この人たちの前ではある程度今みたいなことをプレゼントしなきゃいけないと思ってるんですが、うんうん、私としてはやっぱり一つ、やっぱりあの、まあ、昔シェイクスピアとか別役みたいなものをやったので、はい、ちょっと役者としても挑戦したいというのがありますのと、はいはい、あと来年またちょっとアルゼンチンに行くんですが、あ、地球の裏側まで行っちゃうんですね。それが人形と人間のコラボの作品をまぶたの母でやるんですけど、はいはい、もうブラジルとかペルーではやってるので、はい、でまたそれは人形使いの人と私と大神と、はい、あの4人でやるんですけども、はい、それがまたアルゼンチンが来年の10月に決まったので、できればね、まあ、グローバルでやれればなと思います。本当、グローバルな世界ですね、南米でね、すごいですね、ヨーダが見れるということで、どういうわけか南米しか行かないんですけどね。あ、そうなんですか、ブラジル、ペルー、ボリビア、はいはい、アルゼンチンで、いや、まあ、あの辺人口が多いですからね。そうですね、はい、大人気ですね、まあ、インドとかブラジルというのは今世界的にも注目されている市場なのでね、はい、頑張ってほしいと思います。ありがとうございます、はい、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあここでひとみちゃんの曲を、はい、ちょっといきたいと思います。PV 映像ですね。はい、エブリバディどうぞ。でも人に言えないくらい過去、誰にも話せない秘密の差が胸にしまって仮面かぶって気持ちがすさんでいつもしたくない、逃げ道さえわからない時は努力をリスペクトしよう、怠けることを認めよう。エブリバディ手を取り合って、エブリバディ微笑み合って、夢は歩いてこない、走って近づこう、恋は駆け寄らない話かけてみよう。エブリバディ立ち上がって
初版の事情でワンコーラスということ で、ね、はい、続きを聞きたい方は各種音楽サイトから配信されております。ダウンロード204円、はい、ぜひレッツダウンロードよろしくお願いします。お願いします、はい、では本日の視聴者プレゼントでございます、はい、株式会社ナウンドで好評発売中のミステリー小説、海原鮮魚店のお魚ミステリー日和というお魚好きとミステリー好きにはたまらない一冊でございます。金目鯛も出てくるかもしれません、はい、そうですか、はい、こちらの本を今日は目立ち健一さんご出演記念ということで、ひとりちゃん何名の方に、はい、7000ほぼ木馬亭のキャパシティでございますけどね、7000名の方にプレゼントしたいと思います。はい、大きく出ましたね、はい、じゃあ欲しいという方はこちらの方まで、はい、ひとりちゃん、東京都新宿区山吹町361株式会社ナウンド鳥越アズーリ FM プレゼント係まで応募ください。はい、7000人ですから ね、かなり当たりやすいと思いますけれども、はい、もし1ヶ月経っても、はい、あの発送されないようでしたら抽選に漏れたと思って本屋さんでお買い求めください。よろしくお願いします。私たちは数ごまかしませんので、ね、この辺は21席と一緒でございます、はい、誠実にいきたいと思います、はい、誠実ですね。あ、ちょっとあの、はい、あのまた花岡武さん、花岡さん、はい、ありがとうございます。目指しさん、はい、スターウォーズの世代ですかっていう。そうですね、私27歳の時に多分最初が始まったんじゃないですか。だからもうスターウォーズ自体が始まっても40何年ですよね。もう50年近いんじゃないですか。そうです。ショックだったのがね、第2話見た時に入った瞬間に「I am father」って言われた時には映画の最後のオチが聞いてしまったのが一番ショックだったですね。あの席取るために早めに入ったんですけど、ね、あ、なるほどなるほど、映画の最終の前の回の終わりを見ちゃった。そうそう「I am father」もうその瞬間に、あ、これもう席取るために早く入んなきゃよかったなと思いましたね。難しいところありますよね。昔はほら指定席じゃないんで、ファミリーに入ってたんですよね、はいはいはい、そうですよね。もうなんか劇場の外まで並んじゃうような感じがありましたもんね。そうそうそう、はい、じゃあ、ここでひとみちゃん情報をじゃあご紹介したいと思います。まずはあさってですか、ひとみちゃんね、はい、明日が祝日文化の日、そして11月の4日なんとひとみちゃんは沖縄に行くんですよね。おー、沖縄ツアーに。これは何で行くんですか、泳いで行くんですか、飛行機飛行機で、飛行機に乗って、そうですね、ナサ、はい、さんと一緒に、はい、沖縄公園の画像が出ますかね、はい、あ、出ましたね、こちらですね、はい、ナサ、はい、さんのバンドと一緒に倒せていただきます、はい、世界的なサックス奏者のナサさん、矢沢駅さんなんかとも、ね、一緒に活動されたナサさんの、ゲストとしてサウンドエムズというところでね、沖縄公園、これ沖縄公園初ですか。初です、はい、はい、沖縄の方ぜひぜひ行ってください。お願いします。そして、はい、4日に沖縄やって5日も東京戻ってくるんですね。そうなんですね、早っ。これ台風だと帰ってこれないんですけど、東ナイトミュージックシャットイエスというところで、はい、カンパーニュ楓ちゃんと、江中ひとみちゃんのユニット、はい、ミリオンキッスのイベントがあります。こちらもお待ちしております、はい、よろしくお願いします。そしてさらに翌日、今度は池袋東口劇場、こちらはですね、おかしいな、そうなんです、こちらまで入ってあの皆さんね、髪切りとか、うん、お芝居とか、はい、人生相談何でも、プロはまあジャンル問わずのオープンマイク、はい、こちらありますので、お芝居もあります、はい、いいですね、8時間ぐらいやってるイベントなんですね、はい、体力勝負でございます。そして1週間空きまして、12日土曜日、同じ池袋劇場で朗読劇ミュージカル彼の鉄人という、はい、こちらも朗読劇がありますので、ぜひ皆さん、はい、これは私も出ますので、レモンさんも、はい、黒田長官役で、黒田清隆というね、幕末の人の役で出ますけど、ね、はい、はい、ぜひ、ゆめさんさんも出ます、ね、はい、そうこうしてるし、あ、今ね、あの BGM で流れてるのがこのうてというミリオンキスの歌でございますね。11月15日から配信になりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日もね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。たくさんのメッセージありがとうございました。じゃあもう地球の裏側まで見てる方いらっしゃいますので、ひとみちゃん御礼の気持ちを謎かけでお願いします。どこかけますか。ご覧くださったリスナーの皆さん、うん、そして会場にご覧になってくださった温かいお客様とかけまして、はい、公務員のお家と解きます。はい、その心は感謝感謝
感謝感謝。